1961年9月11日ヒューストンコルト 45S と契約。1963年4月9日のサンフランシスコジャイアンツ戦でメジャーデビュー。19歳ながら150試合に出場した。1969年1月22日にヘッスアルー、ドンクレンデノンとの交換トレードで新球団モントリオールエクスポズに移籍。 遺跡元年には29本塁打を放つなど、パワーも発揮し始めた。1972年からは、ニューヨーク・メッツでプレー1975年のシーズンオフに、メッツから、デトロイト・タイガースに遺跡。1979年にはトレードで再び、エクスポズに復帰した。しかし、1979年頃からベテランになったこともあり、 出場機会が減少。1985年に、古巣のメッツで現役を引退した。スタウブのエクスポズ在籍時の背番号、10。モントリオールエクスポズの永久欠番に1993年、指定。引退後は自ら基金財団を設立し、特に、ニューヨーク市警、市消防局の遺族基金を立ち上げたことでも知られる。1993年、 スタウブのエクスポズ在籍時の背番号10はエクスポズ初の永久決番に指定された。なお、エクスポズがワシントン DC に移転し、ワシントンナショナルズとなった2005年をもって決番は執行。現在は旧モントリオールエクスポズ永久決番として残っている。2012年にカナダ野球殿堂入りを果たした。2018年3月29日。 フロリダ州、ウェストパームビーチの病院で死去。73歳遺没。MLBE2018 年シーズンが始まる1時間前の、生居となった。生前スタウブが所属していたメッツは、彼はチャンピオンだ。ラスティは子供たち、貧しい人々、高齢者を助けていたと追悼した。打撃面での特徴は、ミートのうまさ。決して打率の高い選手ではないが、 バットに当てる技術は高いものがあり、現役生活23年で通算888三振しか期していない。パワーも比較的ある方で20本類代以上を4度、それ以外のシーズンも15本以上のホームラインを放っている。しかし、現役生活の始めと終わりはホームランとはあまり縁のないシーズンを送っている。 1970年に12盗塁を記録しているが、失敗も11回。それ以外に2桁盗塁を記録しているシーズンはなく、足の速い選手ではない。守備面でも、外野手ながら、しばしば2桁失策を記録している。ありがとうございます。